ファブリッジオ・モレッティは、アメリカのロックバンド、ザ・ストロークスのドラマー。ザ・ストロークス以外でもリトル・ジョイというバンドを組んで、ラフトレードからデビューしている。イタリア人の父とブラジル人の母の元に、リオデジャネイロで生まれ、4歳の時にアメリカ・ニューヨークに移住。当初3年ほどの滞在の予定だったが、結局17年間の滞在となった。両親と兄弟は現在はブラジルで暮らしており、 ファブリツヨ自身も母国語であるポルトガル語を流暢に喋ることができる。ニューヨークの私学ドワイトスクールにてニック・バレンシュとジュリアンカ・サブランカスに出会いバンドを組むこととなる。またアートに関心が強くバンドメンバーのポートレートなどをバンドのウェブサイトで紹介している。その他交流のあるネオネオンのアルバムにてドラムを叩いている。2002年から 女優のドリューバリモアと交際していたが2007年に破局。現在は自身のバンドリトル、ジョイのメンバーであるビンキシャピロと交際している。ありがとうございます。